どうもはずむです。本日はですね、最近購入した軍パンをご紹介していきたいと思います。ちょこちょこですね、動画とかでも履いていたり、あとお店とかではよく履いていたので、どこのなんですかっていうふうにご質問とかよくいただいてたんですけども、おそらく1ヶ月2ヶ月ぐらいですかね、しっかり履いてみて、改めてこれはちょっと皆さんにお勧めしたいなと思いまして、今回動画にすることにいたしました。で、僕がですね、最近購入してよく履いてる軍パンというのが、こちらでございます。はい、こちらですね、ナイジェルケーボンのブリティッシュアーミーパンツでございます。ナイジェルケーボン自体ご紹介するのはですね、かなり久しぶりなのではないでしょうか。初期の頃にですね、キャップをご紹介したことがあって、今もねよく被ってるんですけど、はい、こちらのキャップかぶりましょうかね。よいしょ、これですね。はい、かなりね、久々のナイジェルケーボンの購入品でございます。で、このブリティッシュアーミーパンツっていうのは、名前の通りですね、イギリス軍が1940年代に、採用していた、いわゆるカーゴパンツですよね。この肩ポケ、左の太もものあたりについている大きめのフラップ付きのねポケットと、あとこちらについているマガジンポケットですね、いわゆる弾倉と呼ばれるねものをこう入れておくための、本当にミリタリーらしいデザインになってるんですけども、個人的には結構ナイジェルケーボンの中でもなんかザ・ナイジェルみたいなパンツの一つで、以前から買ってみようかなというふうには思ってたんですけど、なかなかこう実物を見る機会がないというか、ナイジェルケーボンのお店に行くこともそんなになくて買ってこなかったんですよね。で、この間銀座にお買い物に行った時にナイジェルケーボンが入ってる商業施設があって、そこにちょっとこうフラッと立ち寄ったんですよ。で、その時にこの生地を触れた瞬間にやばいと思いまして、ちょっとね、生地がかなりまた特徴的でして、ちょっとご紹介しますね。こちらがですね、ナイジェルケーボンオリジナルのヴィンテージツイルという生地を採用しております。もともとデザイナーのナイジェルケーボンさんっていうのがね、その相当なミリタリーオタクの方でして、ミリタリーとかこうワークの、ヴィンテージコレクターでもあるんですよね。膨大な数の資料をね持っていらっしゃると思うんですけども、それこそ中目黒だと段の近くにジャンティークさんっていうすごい有名な古着屋さんがあって、そことかにもよくねいらっしゃってるみたいなんですけども、そのミリタリーオタクの方が再現するヴィンテージツイルということで、ツイル生地って僕の中ではこれフランス語になっちゃうんですけど、47の電気型の、この辺のツイルのイメージがあるんですよ。今までダンでも47のデッドストックとかって本当何百本も見てきたんですけども、もう何十年も前のデッドストックなので、生地のねコットンの水分であったりとか油分が完全に、ね、抜けてもうなんかパサパサの状態になってるんですよ。あとは熱風感がすごいあって、生地に結構凹凸があるんですよ。で、この辺の雰囲気、ミリタリーを好きな方はねたまらないと思うんですけど、この雰囲気をなんと新品の生地で再現してしまったのが今回のこのヴィンテージツイルという生地でございます。もうね、店頭で触った瞬間にあれヴィンテージかなってちょっと思ったぐらい再現度が高い生地になっております。この熱風感もそうですし、あとはですね、加工で、コットンの生地の水分であったりとか油分をこう抜いて、デッドストックのその乾ききった状態をこちらはね再現してるんですよ。このカッサカサの生地が触った瞬間にたまらなくて、つい試着してしまったんですけども、やっぱり試着してしまったら最後で、このブリティッシュアーミーパンツがね、とてもシルエットが綺麗なんですよ。これでね、CT70 履いたりとか、ブーツ履いたり、最近だとジャランス・リワヤと制作したサラリーマンスクエアというシューズ履いたりとか、もうとにかくヘビロテしております。履いてみるとこんな感じです。僕は今回サイズ32を購入いたしました。結構このパンツ自体はワンサイズ上げてよりこうボリュームを出される方っていうのが多いみたいなんですけども、僕はそこまで大きく履きたかったわけではなかったので、ウエストとレングスの長さでジャストサイズを選んでみました。裾は伸ばすとこのようにアジャスターがついておりまして、
まあ、一応絞ることもできます。まあ、ただ大体の方がこう太くねステッチに沿ってロールアップしてるんじゃないかなとは思います。で腰回りは、このように、2タック入っておりまして、まあ、しっかりとねこの辺にボリュームが出るような作りになっております。でベルトループはこれボタンで取り外せるようになってるんですけども、まあ、この辺もねミリタリーのディテールをしっかりと再現しております。で左もものポケットですね、これ開けると結構深さがしっかりあってお財布とかすっぽり入っちゃいますね。でマガジンポケットに関してはもちろんあの断層は持ってないので入れないんですけども iPhone この辺がね結構ちょうどよくすっぽり収まるので、まあ、デザインだけじゃなくて機能面でもすごい使えるパンツだなと思っております。定番というわけではないみたいなんですけども、まあ、おそらくあの店舗にはまだあるかなと思いますので気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はですねナイジェル・ケーボンのブリティッシュアーミーパンツをご紹介いたしました。少しでも面白いなと思っていただけましたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。